ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、もう疲れた。昨日のバイトは人手不足で全然休憩取れなくてずっと動かされっぱなし。これじゃあ、奴隷みたいなもんだわ。そりゃまた、お疲れさん。まあ、奴隷と違ってバイト代出るんだからいいじゃないか。でも、トイレだってろくに行けなくて我慢してたのよ。ご褒美もないしやっぱ奴隷だわ。そうそう、奴隷といえば日本人の奴隷もいたって知ってたか？しかも、海外へ売られていたんだぜ。え？海外に奴隷として売られた日本人がいたなんて衝撃。奴隷といえばエジプトやローマのもんだと思ってたわ。確かに、奴隷といえば古代奴隷のイメージが強いよな。日本人奴隷が海外へ売られたのは海洋貿易が盛んになった大航海時代以降だ。たくさんの日本人が奴隷として輸出されたんだぜ。ヨーロッパ、アジア、南米にもな。日本はちょうど戦国時代あたりだな。へえ、戦国大名がしのぎを削ってた時代に裏じゃそんな闇商売やってたんだ。じゃあ、これから海外へ売られた日本人奴隷について話してみようかな。わあ、刺激的なテーマ。よし、行くぞ。日本人たちは、家畜のように船底へ詰められて海外へ売られていった。男性は大体死ぬまで過酷な労働を強いられ、女性は性奴隷としても搾取される。ポルトガル人は性的な目的でたくさんの日本人少女を買い漁っていたようだ。宣教師の日記にこういう奴隷売買の実態が記されているぜ。とっても嫌な感じ。そして一旦海外へ売られてしまったら、二度とふるさとへ帰ることは叶わない。遠い異国で人知れず亡くなっていったんだ。日本が恋しかったでしょうね。どうして海外に日本人が奴隷として売られることになっちゃったのかしら？それは、戦国時代に南蛮貿易が盛んになったからさ。南蛮貿易？南蛮というのはスペインやポルトガルを指す。大航海時代に、スペインやポルトガルはアジアへ勢力を伸ばし植民地を設けた。15世紀以降のことさ。大大航海時代、知ってる？そう、船でいろんな国へ行けるようになったのが大航海時代。大航海時代に、ヨーロッパ諸国はこぞってアジアや南米へ進出して海洋貿易に勤しんだ。特に、植民地にした国からは物を安く買い叩いて高く売りつけてたから大儲けだな。なかなか悪どいことするわねー。で、東南アジアからさらに日本へも足を伸ばして南蛮人がやってきた。日本も貿易相手として取引が始まったってわけさ。南蛮人って商売相手としてはちょっと警戒が必要なんじゃないかしら？植民地でやってること知るとそう思っちゃう。なかなか、ポイントついてる意見だな、霊夢。わーい。マリサに褒められた。そうそう、南蛮というのは実は別称だ。当時中国人はポルトガル人やスペイン人をそう呼んでたからそのまま拝借したんだ。だから、日本の商人もそれほど、南蛮人たちを信用はしてなかったのかも。金儲けの相手としてはいいとしてな。スペイン人たちにバレちゃったら殴られそうね。まあ、取引では商人らしくうまくやってただろうからオールオッケーってとこか。日本の輸出品は主に銀だったんだが次第に人まで売るようになっちゃったんだな。ああ、やれやれ。日本人奴隷を買い取っていたのはポルトガル人が多かったようだ。ポルトガルの植民地としてはインドのゴアやマカオなんかが有名だから、そういうアジア地域に、日本人奴隷はたくさんに卸しされていたんだぜ。今じゃ観光地のマカオにそんな闇世界があったなんて。ところで、そんな簡単に奴隷って入手できるもんなの？時は戦続きの戦国時代だ。捕虜はそこら中で入手できる。金に困った親から子供を買うこともあるし人さらいに会うケースだってあった。人がバンバン死んじゃう戦国時代だから労働力は貴重だ。だから国内で人の売り買いは日常的だったのさ。で、人を売る取引相手として南蛮人も加わったってわけだ。人さらいに売られるなんて物騒な世の中ね。それだけ生きるのが大変だったんだろうぜ。百姓って言っても田んぼを耕すだけじゃダメ。戦では武士と共に百姓も動員されるだろ。武将たちはそれなりの準備ができるけど、百姓なんて蓄えがあるわけじゃない。命を張って戦に出ても、その日食べる分の握り飯くらいしかもらえないんだぜ。シビアすぎる。名のある武将を討ち取れば、褒美はもらえるけれど難易度はかなり高い。でも、百姓だって戦に出たからには何か戦利品を得たいって思うだろ。だから戦地で略奪したり、人をさらって売って生活の足しにしていたのさ。そういう行為を乱取りとか乱暴取りと呼んでた。武士だって下っ端は生活苦しいからせっせと乱取りやってたみたいだぜ。もしかして下っ端だけじゃないんじゃないの？そのあたりの乱取り事情はまさに闇の中だな。大名たちも、兵士が動員できなければ戦はできないだろ。だから兵士たちの乱取りを知ってはいても、黙認していたというのが現状だ。大人の事情だわ。
例えば、1586年に薩摩の島津が豊後に攻め込んだ時のこと、大友氏を大いに攻めて、たくさんの捕虜が肥後へ売られたらしい。乱暴人が戦利品の捕虜を豊後から引き連れていたため道が混雑していた。傷を負った者、女子供を含めて数十人いた、と、島津家の家臣が見かけて日記に記しているぜ。乱暴人とは乱暴人ということだ。戦の後ではよくある光景だったのかしら。ところがその年の肥後は凶作で、飢饉が広がってしまった。領民の食べるものすらままならないんだから、豊後の捕虜を養うことなんて不可能。だから捕虜たちは羊や牛のごとく運ばれ長崎で再び売られたそうだ。大体全員で40人くらいいて、女子供はまとめて二束三文だったんだと。もしかすると海外へ売られてしまった者もいたかもしれない。人の命が安い時代なのね。負け戦じゃなくても、子供を売るっていうのも貧しい農村ではよくあることだった。売り先は、遊郭や売春宿が大半だったが、南蛮貿易が盛んになったことで海外へも奴隷として売られるようになったのさ。航海の発展で海外まで売り先が広がっちゃったのか。霊夢は、鉄砲が日本に伝来したのがいつか知ってるか？信長様が鉄砲じゃんじゃん使って勝利を収めてたからその前よね。その通り。戦国時代の初め頃の1543年に、ポルトガル人から種ヶ島に鉄砲が伝えられたんだ。わーい、鉄砲をもらう代わりに、領民を奴隷として引き渡した領主もいたらしいぜ。こらー、人をなんだと思ってるんだ。さて、南蛮商人に売られてしまったら、次は地獄の船旅が始まるぜ。縄や鉄枷で拘束され家畜さながら狭い船内に押し込まれて海外へ運ばれるんだ。想像しただけでもしんどい。大体悲惨な待遇が待ってることはすぐ想像つくから、奴隷たちには悲壮感漂いまくりだった。獣のように縛って船内に押し込むとき、女たちが泣き叫びわめく様は地獄のようだったという見聞録もあるぜ。そんな叫び声聞いたら寝られなくなりそう。大航海時代の船乗りは、牢屋に入る方がまだマシってくらいハードモードだ。奴隷だった日本人たちの待遇は最低だったろうな。そりゃ飛行機のファーストクラスで運んでくれるわけないでしょうよ。狭い船内に押し込められて、手足は拘束されているから自由に動くことはできない。船で水は貴重だから当然体を洗ったりすることもできなかっただろう。黒人奴隷は棚に詰め込まれて日光も拝めなかったとか聞いたことあるけど、大西洋貿易でアフリカからアメリカに運ばれた黒人奴隷は3人に1人が死んでしまったくらいさ、ろくな食事も水も与えられず3ヶ月から9ヶ月をロープに繋がれて過ごす。そんな最悪な環境の中、病気でバタバタと死んでいったんだ。日本人奴隷もひどい船旅を強いられたのは間違いないぜ。黒人奴隷の船旅から予想するとな。開封を感じながらの爽やかな船旅。なんて夢のまた夢ね。大体、大航海時代のスイフたちは、船でろくなもの食べてないんだ。腐った肉、ネズミがかじったりウジが湧いた食材でも生きるために食べ、解決病で亡くなってしまうこともしばしば。奴隷たちがまともな食べ物もらってたかどうか。ウジパン、ちょっと無理っす。男たちは暴れたりしないように厳重に拘束されていただろう。そして、男よりひどい扱いだったのが女性たちさ。なんだか、想像ついちゃった。ご推察の通り、ポルトガル人が性的な目的でたくさんの日本人少女を買い漁っていく様子が、宣教師の日記に残されてるくらいだからな。少女たちは、船の中ではスイフたちの格好の慰み者だったんだ。船でこき使われてる黒人奴隷やマレー人奴隷も日本人少女をもて遊んでいたそうだ。海の上じゃ逃げようがないしまさに地獄の日々ね。女性の奴隷が性的に搾取されるのは、どこの世界でもよくあること。まさにこの世の闇だな。一応売り物だから、ひどい傷はつかないよう気をつけてただろうけど、スイフたちのストレス発散でもあったから、売り主もある程度は目をつぶっていたはずさ。泣けてくる。黒人奴隷は、船内で自殺することもあったそうだ。船に乗る前に、過酷な未来を予想して海に飛び込む者もいたとか、日本人奴隷もひどい生活で体調を崩して病死することは十分考えられる。それに、自分で命を絶った者だっていたかもしれないぜ。無理やり連れてこられて、お先真っ暗って絶望するのも当然だわ。船で運ばれた日本人たちは、アジアや南米の植民地かヨーロッパで売り飛ばされ、奴隷として過酷な労働を強いられることとなる。男性は兵士として戦場に駆り出されることもあったし、女性は大体妾や売春婦になった。ここからが奴隷としての本番だ。
船降りてからもひどい扱いは続くか。まずは、わかりやすい女性の方から説明していこうか。女性奴隷は植民地やヨーロッパで、富裕層や売春宿に買い取られていった。いわゆる性奴隷ってやつ。売られてからも絶対ハードモードだわ。天正少年使節団がローマ法王に会いに行く道中で日本人女性を見かけている。行く先々で日本人女性がたくさん目につく。ヨーロッパ各地で50万人いるらしい。肌白く見目よき日本の娘たちが秘書丸出しに繋がれ、もてあそばれ、奴隷らの国にまで転売されていくのを制止できない。鉄の枷をはめられて、このような統一に売り払う者どもへの憤りに耐えない、と、使節団の報告書には残っているぜ。私の憤りも相当なものよ。大体年間1000人が海外へ売られていたらしいから50万人は故郷だろうけど、たくさんの日本人女性がひどい扱いを受けていたのは間違いない。この怒り、どうやって沈めたらいいんだ。フランス人冒険家のジャン・モケはゴアで奴隷だった日本女性の記録を残している。この日本人女性はかなり悲惨な末路をたどっているぜ。怒りを抑えられるかしら。日本人の女性奴隷の歯が白いことを来客に褒められたところ、女主人の怒りが爆発。なんと日本人女性を呼び出して、他の召使いに歯を砕くように命じたんだ。想像をはるかに超えるエピソード。そして、夫がその日本人女性を目かけにしているのではと疑った女主人は、熱した鉄の棒を陰部に押し付けるよう命じた。命令通りに熱い鉄を押し付けられた女性奴隷は痛みのあまりに死んでしまったんだと。もちろん、女主人は罪には問われなかった。怒り通り越して呆然としちゃった。こういう悲惨な事件はよくあることで日本人奴隷への虐待は日常的なものだったようだ。マカオでは、年老いたり病気になって使い物にならなくなった日本人奴隷が、道に捨てられて孤独死する姿も見られたって。あと、高齢の奴隷は経済的に負担になるから、自死を命じられることもあったんだぜ。何か救いはないの？奴隷として一定期間働いた後に、主人から解放されて自由になる奴隷もいたらしい。おう、1570年20歳くらいで売られた日本人少女が20年後に自由となった事例がある。また、1600年には、マカオの日本人女性が主人の遺言状で解放されている。やったー！自由、万歳。でも、海外で奴隷としてずっと生きてきた日本人が生活を成り立たせるのは難しい。生きる術が見つからずに、結局売春婦になった日本人女性がたくさんいたんだぜ。頼むから誰か、救いのあるエピソード教えて。霊夢が、ちょっと錯乱中だけど、続いて男性奴隷のエピソードに行ってみるぞ。私、怒りでこめかみの血管切れちゃうんじゃないの。男性奴隷は、女性よりシンプルだ。とにかく肉体的に辛い労働が課せられた。まあ、それは想像できるわ。あと、当時の世情からちょっと特殊な活用例として戦場に送られた日本人奴隷もいる。戦場で傭兵として戦わされてたんだ。え？戦争にまで駆り出されちゃったの。日本人奴隷たちが売り飛ばされたポルトガルの植民地、ゴアは争いが頻発してたのさ。ゴアの周辺はイスラム教の国が広がっていて政情が不安定。おまけにポルトガルとオランダは対決していたから兵士が全然足りなくて、それで日本人奴隷が駆り出されるようになったんだって。捕虜になって奴隷として売られた人もいるんでしょ？また戦争に駆り出されるなんて、踏んだり蹴ったりだわ。ポルトガル本国からアジアまで兵士を送るとコストと日数がかかるだろ。だからゴアの指揮官は日本人奴隷を送ってくれとポルトガル国王に陳情してたくらいさ。日本人奴隷は強くて勇敢だと評判だったらしい。割りかし頼りにされてたんだ。ポルトガル人一人が日本人奴隷7、8人を率いて槍と鉄砲で現れるとかなり手強くて、インドにおいては日本の若者のみが軍役に頼る奴隷であると、ゴア市民がポルトガル国王へ宛てた意見書もあったんだぜ。でも、反抗心が強くて油断したら敵のイスラム勢力と通じて、ポルトガルを襲ってくるかもと警戒もしてるぜ。奴隷としてこき使って無理やり戦争に駆り出されてるんだから反抗もしたくなるわ。オランダ人も日本人奴隷はよく訓練されていて、しかも食事が安く済む、と言いながらこき使っていたみたいだ。もしかしたら、戦場で敵として鉢合わせた日本人たちもいたかもしれないな。遠い国で懐かしい日本人に会えたと思ったら敵同士なんて、切ないわ。実は日本人奴隷を海外に売り飛ばしていたのはキリスト教のイエズス会だ。布教を目的として日本にやってきたイエズス会は、神の愛を説く一方で日本人を安く仕入れて奴隷として売り飛ばし富を得ていたんだ。実際に売買をしていたのはポルトガル人、シャム人、カンボジア人の商人たちだけど、裏でイエズス会が糸を引いていたと言われているぜ。ええー、
とんでもない神様だわ。信長はキリスト教の布教を許していたし、秀吉も同じ方針だった。でも、九州征伐にやってきて、たまたま日本人奴隷の実情を知った秀吉は大ショック。秀吉に同行した大村優子によると、数百人の日本人が男女問わず南蛮船に買い取られ、獣のごとくて足に鎖をつけられたまま船底に追いやられたらしい。そりゃショック受けるわ。そして、イエズス会が日本人売買のバックにいることを知って大激怒。日本におけるイエズス会最高責任者であるガスパール、コエリョを呼び出して、なぜ日本人を海外へ売っているのかと質問した。なかなかやるじゃないの。コエリョはしれっと売る人がいるから日本人を奴隷として買ってるんだと言い放つ。いやいや、買ってる方もダメでしょうよ。秀吉はコエリョの言い分には耳を貸さずに奴隷売買をやめるよう強く命令した。いわく許すべからざる行為。バテレンは、現在までにインド、その他遠隔の地に売られていった。すべての日本人を再び日本に連れ戻すよう取り計らえ、少なくとも現在ポルトガル人が購入している人々を放免せよ。そのために費やした銀子は支払うって感じ。すごい。きっぱりと言い切ったじゃないの。でも、やっぱり南蛮船による奴隷売買はやまない。業を煮やした秀吉は1587年に宣教師追放令を発布し、キリスト教の布教は禁止、20日以内に宣教師らに国外退去を命じるという厳しい処置だったんだぜ。秀吉、見直したわ。謎の上から目線だな。天下統一した秀吉にとって、自分の民を好き勝手にされてるっていう感覚だったのかも。自分の民ってその感覚だと、なんか引っかかるな。秀吉がキリスト教に厳しかったのは、キリシタン大名のせいでもある。キリシタン大名は日本人奴隷の売買を積極的に行っていたのさ。大名が、それはダメでしょ。キリシタン大名の大友宗麟は、硝石を手に入れるために若い娘を売り払ったそうだ。硝石は火薬製造に欠かせなくて、南蛮貿易でしか入手できなかったからな。こらこら、トップがそんなことしたら現代じゃマスコミに袋叩きだわ。有馬晴信は、領民から少年少女を徴収して奴隷としてご愛を送った。宣教師ジョアン、ロドリーゲスの要求だったんだ。少年少女は、ゴアにいるポルトガル領インドの副王に献上されたらしい。どいつもこいつも、領民をなんだと思ってるんだか。有馬晴信は、自ら奴隷を送ることで南蛮人による奴隷売買を止めることが目的だった。らしいが当然、逆効果だった。大名自らが領民を奴隷として集めたもんだから、人々は錯乱して子供を連れて茂みに逃げ隠れ、有馬の地全土が苦悩に覆われた、というありさまだったそうだぜ。そりゃ、逃げたくもなるわ。秀吉がキリシタンを追放したのも納得だろ。そうそう、キリスト教の禁止は徳川時代にも受け継がれるんだ。江戸幕府はもちろん日本人奴隷の売買も禁止してた。江戸時代にはさすがに奴隷売買はなくなったんじゃないの？江戸幕府の鎖国政策で、日本人を買ってたポルトガル人の入国は禁止されたしな。戦国時代のように大っぴらに日本人を奴隷として買っていくことはなかったぜ。おお、ついに奴隷が海外へ売られることはなくなったのね。でも、江戸幕府は日本人を傭兵として送ることには合意していた。オランダの要請があればな。それに、日本国内で作った武器もオランダに供給してそれなりの対価を得ていた。傭兵って、実質奴隷みたいなもんじゃないの？戦争に駆り出された奴隷もいたんだし、幕府派遣の傭兵たちがどう扱われたのか、気になるところだぜ。まったくだわ。最後に、ちょっと珍しい奴隷のエピソードを2つ紹介したい。自ら裁判をして自由を勝ち取った日本人青年と、自分で自分を身売りした奴隷の話だ。え？自分で身売りした日本人がいたの？そうだ、まずは、裁判で自由を勝ち取った青年のこと。奴隷って主人が解放して自由になるのがほとんどだからかなりレアケースと言える。裁判を起こす日本人なんてそうそういないわよ。裁判で自由を勝ち取ったのはアルゼンチンに売られた日本人青年だ。ちゃんと公式に記録されてるんだぜ。おお、やるじゃない。その日本人青年について奴隷売買を記録した公正証書には、日本州出身の日本人種フランシスコ、ハポン21歳、戦利品で担保なし800ペソで売るとあった。しっかり奴隷として売られてるわ。戦に負けて捕虜になり奴隷として売られたのか。この青年はとても健康で他の奴隷より3、4倍の高値で売れたようだ。見込みのある奴隷だったのね。奴隷として見込まれても困るぜ。
この青年、なかなか気骨ある人物だったんだろう。奴隷として売られる謂れはないと裁判を起こし、そして、堂々と自由を勝ち取ったくらいだからな。素晴らしいわ。裁判を起こしてしかも勝っちゃうなんてかなり頭が回る人だったのね。どこかの大名に仕えた武士だったのかもしれないな。頭が良さそうだからもしかすると軍師とかかも。しけが負けて捕らえられ、売られてしまったんだろうぜ。捕虜から奴隷のパターンか。見事自由を勝ち取ったもののその後、この青年がどうなったかは不明。おそらくふるさとに帰るのはほぼ不可能だったろう。どこかでの垂れ死んだかもしれないが、しぶとく生き残って幸せになってくれてることを祈るわ。もう一つは、自分で自分を売ったケース。奴隷として海外へ売られて傭兵になったんだと。借金返済や、単にお金が欲しくて自らを兵士として身売りしたのさ。変わった奴隷がいたものね。きっと腕に覚えがあったんだろうぜ。自分で売り込みをかける奴隷は、海外の戦場で働いた後逃亡することもよくあった。だから、商人たちは敬遠したそうだけど、たくましい奴隷だわ。海外に売られていった日本人奴隷は大体5万人に上る。ほとんどがポルトガル人商人による売買だったそうだ。マカオ、インド、ヨーロッパ、時にはアルゼンチンやペルーなどの南米にまで日本人奴隷は売られていったのさ。きっと売られた日本人は過酷な生活を送ってたでしょうね。ローマを目指した天正少年使節団の一行は、道中のアジアやヨーロッパ各国で、日本の若い女性が奴隷として使われているのをたびたび目撃している。おそらく、5万人よりもっと多くの日本人奴隷が海外へ売られていたと言われているぜ。そんなにたくさんの日本人が、ほとんどの日本人は異国で生涯を終えただろう。悲しい現実、やっぱり奴隷ってのは絶対良くない。ということで、忙しい時でも休憩はしっかり取れるよう、バイト先の店長に要求しなきゃ。いや、霊夢はほんとたくましいな。と、奴隷になってもしぶとく生き残るだろうぜ。褒められた気がしないんだけど、それじゃあ、またね。